つまり7日じゃなくて17日だと思ってたと。はい、ま、忘れてたわけじゃないんだよ。間違えて覚えてただけで。普通忘れるか、彼氏の誕生日を。しかも他の男と会うか、彼氏の誕生日に。おお、じゃあ上原くん、私の誕生日覚えてる？7月7日。正解です。でもずるい、私の誕生日七夕だから覚えやすいじゃん。自分の誕生日と一月違いなんだから十分覚えやすいだろ。素直にごめんって言えんのか、この口は。あ、いいよもう、そんなに期待とかしてなかったし。怒ってる？別に。あ、牛乳プリン。そっか、二人して牛乳プリンを食べて仲直りするのね。やっぱり怒ってる。これはやっぱりプレゼントで名誉回復せねば。とは言うものの、何がいいのか。パソコン。ああ、いや、だからプレゼントは私のラブのこもったキスなんてどうかな、なんて。ピヤー、他のものにして、急がなくていいから。なぜ？あ、やっぱりダメか。過ぎちゃって何がいいのかわけわかんないよ。ここ新しいお店ができたんだ。もうすぐあれから1年か。もしかして奈緒ちゃんのこと好きなの？大切にしてもらえるよ。じゃあ上原くん、私の誕生日覚えてるの？素直にごめんって言えんのか、この口は。あれ、プレゼントのチュー、なんで断ったりしたんだよ。なんでお前が知ってんだよ。地獄耳のアベッチって呼んでくれ。本人から聞いたんだな。そういえば吉川、今日例の美容師のところへ行くって言ってたけど、危ないんじゃないかな。吉川ってそいつの彼女に似てるらしいじゃん。それってつまり吉川が好みのタイプってことだよな。カットモデルなんつって実は下心ありありかも。彼女とは縁面ってことだし、普段会えない彼女より吉川が好きなんて。阿部、お前が言うと妙に説得力あるな。え、ちょっと頼む。カットモデル断りたい？はい、一度引き受けといて申し訳ないんですけど。どうして急に？あ、彼氏に何か言われた？いや、
そういうんじゃないんですけど、でもあんまりいい気はしてないみたいで、なんていうか、彼が嫌がることはしたくないなって思ったんです。すいません。うん、わかった。ナオちゃん、やっぱり似てるよ、僕の彼女に。え？会ってみたいな。僕も会いたい。けど、京都、遠いよね。すいません、大丈夫ですか？はい。あ、じゃあ、うん、うん？すいません、ここの美容室どこだかわかりますか？あ？すいません、わざわざ連れてきていただいて。いえいえ。その店何度も行ってるんですけど、道忘れちゃって、朝からずっと迷ってて。朝から？はい。交番とか行かなかったんですか？あ、その手があったか。あ、ひょっとしてこの浅井って人の彼女さんですか？え、やだ、彼女だなんて。でもそういうことになるかな。なるほど、似てる。あ、もうすぐですから。あの彼女さんさ、親に見合いさせられそうになって家出してきたんだってさ。そっか。浅井さんはね、今度のコンテストが終わったら今のお店辞めて彼女の近くに住もうって決めたんだって。へえ。いいね。うん、ラブラブじゃんね。え、二人とも今の生活捨ててまで、愛だよね。うん。よしか。上原くん、ごめんね、誕生日間違えちゃって。私、よしか、もうプレゼント買った？え、まだだけど。いいよ、これでチャラな、プレゼント。いいの？そんだけで。上原くん、16歳、おめでとう。あれ、俺の牛乳プリンがない。何勝手に食ってんだよ。え、だって2個あったし。2個とも俺のなんだよ。そんなに怒んなくてもいいでしょ。うん、いい。